プピアバティはイタリアの映画監督、脚本家、プロデューサー。発音はプーピアバーティボローニャ大学で社会学を学んだ後、働きながらアマチュアのジャズミュージシャンとして活動。その後映画制作をするようになり、1969年に初めての長編映画、トーマス・リ・インデモニアチを監督。1970年代のプピアバティは、 主に民話から影響を受けた土着的で、ブラックユーモアが漂う、幻想的ファンタジー映画によって知られる。中でも1976年の、M、窓のある家ラカーサダルフィネストレイチェ・リドノは、結末に、意外などんでん返しを伴うイタリア製、スリラー映画の傑作として、カルト的な評価を得ている。1982年に発表した、ゼーダー、資料の復活祭ジーダーは、 死者の蘇りをテーマにしたホラー映画だったが、この作品は、翌年の1983年に、スティーブン・キングが発表する小説、ペット・セマタリーに強い影響を与えた。1970年代には、脚本家として、他の映画監督の作品への脚本協力も行った。ダリオ・アルジェント監督の、サスペリア・パートにプロフォーンド・ロッソ及びピエル・パオロ・パゾリーニ監督の、ソドムの死 ソロ、オール120条なテディソドマの原案執筆に協力するが、アバテ本人の意向によって、原案クレジットからは名前を外した。1978年に、イタリア国営放送のためにテレビドラマ、ジャズバンドジャズバンドを監督して、以降、人間ドラマを描いた作品の制作、監督にも、積極的になっていく。1983年に、芸術映画、 追憶の旅うなぎタスカラスティーコを発表。死を目前にした老女が少女時代の楽しかった記憶を思い起こす人生ドラマを描き、批評的にも工業的にも成功を収めた。アバティはこの作品でラストロダルジェント賞の監督賞とオリジナル原案賞を受賞する。以降は主に人間ドラマを描いた芸術映画を制作、監督し、イタリア映画界の重鎮として知られた。 イタリア国内だけでなく、カンヌ、モントリオール、ベルリン、ベネツアなど、各国の映画祭で、高い評価を得ている。イタリアの映画人には珍しく、政治的には保守の立場をとり、シルビオベルルスコーニへの支持を表明しているが、一方で左翼と行動を共にすることも多い。アバキ自身は2010年に、テレビ番組にエンテ・ディップ・ソナラに出演した際に、自身の政治的立場について、 私は、右翼でも、左翼でも中道派でもない。強いて言うならば、二階だ。と述べている。バンアンニドーポ、イルシネマ、イーラティビディプピアバティアントネッロサーノチョ、プピアバティ、ベアールースコニーポテバエッセレイルパッセファケッテリーデル、パエーゼダイリオデルウェーブ、イット。ありがとうございます。